Sì.世にも希少なヘクセン石だよ。さあ見えてったよ。隣の女より安くしとくよ。なんですって。隣に店を出すなんて、売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。うん。しかし、お隣と同じ石のようだ。何か。同じ石でも純度が違うよ。ほら、よく見てみな。透き通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろ、ご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、なんなのよあいつ。ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形、ボルダーフォール製だろう。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。わかるぜ。娘には最高の土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけど、その人形で本当に満足かい？この石は、俺の技術で磨いた一級品。見てくれよ、この輝きを。娘さんは、この光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら？どこを旅しているのかしら。ねえ、早く帰ってきて、お父様。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろう。
確かに娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。さあご注目ご注目、世にも珍しいヘキセン石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、毎度あり。いやー繁盛繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。したってあんなにうまく回るものなのね。お宅の舌は見せかけかい。お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客色と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。でも商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。ドレサさん、よう。お、しょうがないな。ところで、うん、いいね。そんで、
で。へえ。いや。そって。え。ほう。いいか。おおいおい。おい。なあ、ちょっと。ふん。オマール。おい。Yes. Oh. Yes.
準備はいい？さあ、どうだよ。じゃっ！炎よ、燃えろ。私の出番だな。は？やっ！頑張ります。させません。いくよ。私の出番だな。頑張ります。聖火の光、輝きたまえ。なかなか考えがいがある、ね。火炎よ、焼き尽くせ。授業はこれで終わりだ。私の出番だな。この程度では不合格。